というわけで、最初の異世界を具現化したところです。あの、突拍子もない話なんで、嘘みたいなんですけど、でも、本当なんです。ったく、お偉い連中が人の都合をお構いなしなのは、どこの世界でも大差ないってか。ユーリさん？いや、なんでもねえよ。ここはテルカ・リュミレースじゃなく、今の俺とラピードは、もともとの俺たちから一部を具現化させた存在ね。はい。信じてもらえないかもしれないですけど。ま、今のとこ信じるしかないしな。実際いろいろ思い当たることがあった。急に目の前が白くなったと思ったら、ラピード以外みんな消えちまった。一見元いた場所っぽいが、なんか違う。つまりあの時が、この世界に俺たちが具現化した瞬間ってわけだ。しばらく具現化させてもらって、この世界の危機を回避できるだけのアニマが満ちれば、元の世界にきちんとお返しします。そいつを聞いて安心したぜ。蹴りつけたいことがまだあるんでね。お前らの言う異世界ってとこでな。ま、俺たちの状況は大体わかったけど、まだ腑に落ちねえことがある。アニマってのが溜まって終わりなら、具現化した俺とラピードを放っておいてもいいはずだけど、わざわざ探してた。それにも理由があるんだろ？はい。共栄店はこの大規模な具現化の術の核になっている存在なんです。カレードスコープは異世界の強い力の持ち主を起点にして異世界をサーチします。そしてその人物の記憶や感情をもとに異世界を具現化する。共栄店は異世界をこの世界に具現化するためのくさびのような存在なんです。だからこの具現化大陸が安定するまでに、あなたたちの身にもしものことが起きてしまうと、具現化を保てなくなってしまうんです。ふん。で、それにコーマとやらが絡んでると？はい。コーマは大きな具現化の術に対する歪みのような存在で、具現化世界に現れる特殊な魔物だそうです。とても強いアニマに惹かれて現れる魔物で、共栄店のアニマを食べて自分の力に変えようと襲ってくるそうなんです。なるほどな。だからさっき言ってたコーマが追ってくるになるわけだ。はい。だからコーマの発生源だっていう、コーマの鏡を見つけて破壊するまで、俺たちの飛空艇に保護させてほしいんです。なあ、気悪くしないでもらいたいんだが、そんな世界の存亡に関わる重要なこと、なんでお前らみたいなガキがやってんだ？大人はどうした？もうこの世界に具現化を行える鏡師は私たちしかいないんです。何よりもう世界には王都のある島々と、そこに暮らす人々しか残されていない。今俺たちが頑張らないといけないんです。なるほどな。一つ安心したぜ。偉い連中が腐ってるわけじゃなさそうだってな。けど世界の運命ってやつは、なんでこう若いもんの肩に乗っかるのが好きなのかね。ったく。イクス、ミリーナ、ワリーが飛空艇とやらで保護されてやることはできねえな。え？コーマの鏡とやら、ちゃちゃっと壊したいんだろ？手伝わせろよ。どんな危険があるかわからないんですよ。あいにく、義をもってことをなせってのがうちのモットーなんでね。断られても勝手にやらせてもらうぜ。わかりました。ユーリさん、ありがとうございます。正直、すごく心強いです。うん、任せろだとさ。ラピードさんも、ありがとうございます。ラピードさんと来たか。調子狂うな、どうも。